後編いきますか。はい、あと残り半分いってみましょう。おはようございます。モティズさんなんですか、ここ。前橋のガイドスタッフです。はい。あ、そうそう。モティズさんですよね。待ってきます。はい。GR。さっきまでこうベルギーの話で置いてあったんですよね。はい。まあこの辺もやっぱりね。あ、なんかミッションが。中身が見える。すげえ。これも。やってるね。あ、じゃやめ。板倉先輩いましたね。すごいね。デバードの専門店。お、これなんか聞いたことある。なんか。はい、映画ですねこれ。危ない映画の。本番の車っぽいですね。お、なんか。お、サイン付きっすよ。すげえ。本物や。すごいですね。本当にこれ実写です。その際はカメラやスマートフォンなどによる写真撮影、録画、録音などをご遠慮いただくようお願いします。はい、じゃあいただきましょう。はい、いただきます。当イベントには嬉しい。はい、次ここいろいろ見てまいりましょうか。終わりの際は十分に注意をお願いします。はい。これも駐車スペースみたいな。VTR それでは当イベントのご案内させていただきます。こちらも。会場入り口のすぐ左手側には今回のお客さんがすごいね。117クーペが展示されています。このイベントはなんか9時半からなんかね、その飲食コーナーの人が入れる感じみたいです。で、30分したら一般公開。30分だけね、特別な人が入れるらしいです。その他、これは入り口。今回のメインコンテンツに関連する車が展示されています。ここは入り口ですね。すごい息が入ってきた。ステージの反対側の壁には。ジャイアント三輪消防車が展示。すげえ息が入ってきた。その横にはちょっと撮影しづらくなってきたぞ。お、ブタハチってやつだね。有吉さんのやっぱ出てちゃうね。さらにその横にはレトロ自販機があり、実際にハンバーガー、そして懐かしいミニコーラが購入できます。商談中とか売約済みとか横断とかね。すごいね。みんなここで買い物するんだね、車を。はい。出口付近には当イベントのオフィシャルブックコーナーがあります。なるほどな。こちらでの販売商品は会場パンフレット24ページから紹介しています。特にログゼックスとノスタルジックヒーローのコラボモンキーは早い段階での売り切れが予想されます。お早めにご購入ください。エアブラシ上手ですね。ノスタルジックヒーローとのコラボジャケットは8億。お、これなんだ。昔のメルセデスなんか。すげえなこれ。チカチカ。かっこいいな。会場にはクレイジーケンバンドのオーシャンショップも出店。この辺りなんかあるよね。会社来てますね。ポルシェとか。ご覧ください。はい、この辺は来社コーナーっぽいです。当イベントのステージコンテンツをご案内させていただきます。1,350万円、やべ、すげえぜ。本日はこの後、10時半からは特別イベントを中心に出店者が選択した車両が走行入場して、ショップデモカー走行入場がスタート。すげえ。トヨタ 1600GT にはもう本当人がいっぱい入ってるな。レーシングドライバー高橋晴文さんが登場いたします。お楽しみいただきます。お、めっちゃかっこいいきれい。11時50分からは小林千恵さんのライブステージ。新曲、100センチの幸せを発表します。12時30分からは、はい、ありがとうございます。いただきます。すごいです。ありがとうございます。なんかあれば呼んでください。ありがとうございます。13時10分からは、人気コーラスグループ、フォレスタのライブステージ。どっちもいっぱいだ。14時からは、レジェンドレーシングドライバーが登場。今回は、トヨタ系ドライバーを中心としたステージコーナーになります。売ってるんですね。15時からはめっちゃでかいよ、車が。ぶれちゃった。ぶれちゃいました。16時からはすごい。当イベント最後のコンテンツとなるスーパージップドライバー、増田邦男選手が登場いたします。それでは皆様、当イベントをお楽しみください。本日および明日も。会場アナウンスを務めます森崎美香がお送りいたしました。それでは皆様、よろしくお願いいたします。これミニ屋さんなのかな。いろんなものが売っております。グッズ。はい。このフィアットなのか。はい。そうですね。この辺はなんだ。はい。ああ、だいぶ俺がかけた。よっしゃー、もうあと10分ぐらいかな。はい、おお、ここも珍しい、これなんだっけ、スタリオンだっけ。はい、ジムクラフトスさんね。はい、昔のスポーツカーな感じ。お、なんかこれフィッシャーマル風な後ろ見ると、あ、作り物ですね。3本使わないとかな。うん、すごいね。ワークさんですね。はい、ワークさんもね、2人目変わるよね。はい、これがね、ガレージ松山の、はい、ピロン号がついてるですね。はい、なんかフォルダっぽい車がありますね。おお、すごい深い海やな、これね。やばいな、怪しいですね。この弥生とかまだあるんですね。黒板だろうけどね。林って、俺昔入ってたな。うん、こういう感じかな。9のマイナス19。おお、渡辺さんちね。やっぱ旧車に合うよね。おお。はい、こちらも販売車両です。2800万。すげえね。1320万。ある意味だ。なるほど。そうかそうか。これなんか本物っぽいね。はい。ステアリング。戻ってまいりました。本日最終日なのでいかがでしょうか。クーポンの500円も使用することができます。ブース見て回りました。はい、あとはね、自分のね、特徴。はい。これですね。これを、はい、準備して皆さんに楽しいトーク、はい、聞かせたいと思います。はい、レストアパーツさんっていうのはですね、はい、この 86A86 でもうトヨタで作ってないパーツを本当にレストア用にですね、はい、パーツとして販売してるんですね。3ドアトレノ用のパーツだったり、2ドアレビン用だったりとかね、はい、もう本当にね、この今ついてますけど、ウォーターパネルだったりとか、いろいろバックパネルだったりとか、いろんなところをね、もう再生できるようにこういうパーツをね作ってくれてます。この横のパーツなんてみんなもう本当に昔から欲しくてもね手に入らなかったから、本当にね今まで起こせずに、はい、消えていった車あると思いますね。コアサポートでもね今あるしね、はい、もうこれで復活できる車だいぶ増えたんじゃないですか。このボンネットはなんかねアルミっぽいですよ。はい、音が違うもんね。はい、こんな感じでねレストアパーツさんの商品でした。こんな綺麗になっちゃうんだよ。これまで来てなかった。これまさかこれはできねえよな。道具も先だけど記念じゃねえと思ったら、まあこれだね。あとバンパーか。一発目のねトークショー、はい、このホイールのね、はい、トークショーがあったんですけど、まあね時間がねまだあるんでその辺回ってみたいと思います。まあ、近くから行ってみたいんですが、お、かわいいお姉ちゃん。ここはなんだ。ピンクもですね、一緒なんです。財布なんです。はい。お。白がスライダー。ステアリング。俺、鎌田さんじゃないですか。どうしたてっちゃん。何やってんすか。何やってんすか。どうしたてっちゃん。もうマイク私いいですか。はい。もらっちゃったよもう。ここ何やってんすか。ここ何やった。今ね、ハンドルをね、こうカーボンで。そうそう、なんか見たら。なんだった俺。どんな。これってなんですか。ちょ、まずさ、持ってみて。持ってみてます。軽っ。なんすか、これカーボンですか。カーボン。ドライカーボンですね。ドライカーボン。これをなんですか、ずいぶん前から売ってるんですか。そうですね、まあ、4、5年前から。全然初めてですね。これ、まあまあな人が使ってるってことですか。まあまあな人が、お持ちいただいて、いろいろと。競技で使うもんなんですか、これ、普通の街乗りとかで使えるもんなんですか。まあ、街乗りでも全然使えますし、車検もし、取るのであれば。まあ、ご存知だと思うんですけど、本マークがあれば、車検取りますし。ちなみに、これってどういう種類があるんですか。一応、まあ、サイズは34パイで。34で。はい。で、柄は3種類。はい。3種類。3種類ですね。どんな形があるんですか。例えば、これは、まあ、平織りっていうタイプ。はい。そうですね。はいはいはい。で、こっちがまあホウジロっていうまあクラッシュ的な。珍しいですね。はい。まあ最近出たやつですね。はいはい。これかっこいい。まああとよくみんながご存知のあやおりですか。あやおり。ああよく見るやつですね。なるほど。こっちはなんかツヤがあるですね。そうですね。ツヤありツヤなしがまあ好みがやっぱあるんで。はい。でも最近やっぱツヤなしの方が多いですかね。ああなるほど。これクリアみたいでしょ。そうですそうです。クリア。であとまあこの外に巻いてあるものがアルカンターラ。アルカンターラはい。これってなんか色が違うんですけどこれはまた色違い。黒かまあこのチャコールでちょっとレーシングカーイメージでこの色にして。このステッチの色もなんかバラエティあるんですけどこれも。好みがやっぱあるんで。これめちゃくちゃ種類が選べるってことなんですか。選べますね。これってなんですかオーダーなんですか。そもそもで。フルオーダーもやってるんですけど、そのロットで作る部分になってくるんで、そのタイミング合わせて次のロットで頼める場合は好みのものが作れる。ちなみに今ここにあるものっていうのは全部商品なんですか。商品で一応販売はしてます。ああそうなんですね。はい、ちょっと値段気になるんですけどめっちゃ高いんですか。まあそれなりにやっぱりそのね、はい、ドライカーボンなんでね。そうですね。もちろんね。まあ一応通常の、はい、まあ値段はまあそれぞれちょっと数千円ずつ違うんですけど、はいはい、大体まあ何も巻いてない状態で。うん税抜きで8万3000円ぐらいですかね。おお、なるほどなるほど。あとはオプションでこのアルカンターラとか、はい、こういうパンチングレーザーみたいなのもあるんで、それによってちょっと値段が変わるんですけど。ちなみにこの何も巻いてないっていうのはどういうものなんですか。あ、今そこにあるの。はい。いいですか。こういうあれですね。なんすかこれ。かっこいいねこれ。これに全部カーボンなんですね。そうですね巻いてる感じですね。これでも売ってる。これでも売ってるんですか。売ってます売ってます。ただなかなか入ってこないですこれは物がやっぱりそのカーボン。なんすか焼いてるオートクレーブで焼いてる最中によれたりとかなかなかないんですけど。少しこういうなんすかねものが出てくるんですよね。おおなるほどなるほど。だから、なかなかこの綺麗な状態で出てくるのがないんで出てきたものは、こういうプレーンという形で売ってるんですけど、これが実は一番安かったりするんですよね。あ本当ですか。はい。こっちがなるほどなるほど。プレーン。持ってみて。でもめっちゃ軽いですよこれ。こっちはまあこれちょっとやっぱり B 級になっちゃってて。あるんですね。やっぱこういうこれなぜかちょっと。違う。あるんですね。あるんですよね。じゃあこれに巻いてあるものがさっきの商品。あ、そうです。こういうものになります。なるほど。なんかいいですね。ここなんか面白いもんあるですね。他になんかないですか？8力使えるもん。紹介したくないんだけど。ちょっとなんかないですか？ないですか？これはまああとまああとドライカーボンのミラーですかね。ミラーでドライカーボンとかってなんか高級感あるですね。はい。こういうちょっと今これ止めちゃってますけど。はいはい。いやこの形ってまあまあ昔からあれじゃないですか。そうです。僕人気あるやつですか。EC ワークスっていうところが作ってたこれグループ A 当時のグループ A のミラーの形なんですけど、それどうしても欲しくて、でまあ普通にね同じ FRP で作るよりもドライでやっちゃおうかと。なるほどなるほど。ということでまあドライカーボンでこのこれもなんかいろいろな種類作ってるんですね。そうですね。これはやっぱりお高いんですか？ミラーの2個セットのこの汎用品って形で出してるんで、まあこれは税抜きで4万円。おお安い。ドライカーボンですよね。ドライカーボンです。すげえ。ちなみに僕発注してるんで。本当ですか？じゃあ俺にもなんかつけたくなるじゃないですかそれ。まあ今日僕ここにいるからまあ見れるんですけど、なんかホームページとかそのなんか調べるんだったら詳しくはなんかあるんですか？これが会社名なんですか？一応ねブランド名です。ブランド名。じゃあどちらの方まで調べればいいですか？こちらでいいですか？こちらこちら。これでいいですか？これで調べれば。テロップ入りますよこれ。あ全然いいですよ。入れときますよもちろん。はいじゃあ調べさせていただきます。よろしくお願いします。はいありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、本日のノスタルジック 2days 終了でございます。はい、なんとかねトークショーもね無事に終わって、はいもう問題なく、はい、イベントはすっきり完了でございます。まあね思った以上にお客さんが来てたんで、すごいなんかね自分的にはあこんなにお客さんがたくさん来るんだなみたいなびっくりです。でやっぱり思ったのが高齢の方というかね、はい旧車をやっぱりよくご存知の方がですねいろいろ、はい、足を運んでるのかなという印象でした。まあ、その中でもね若い子ももちろんいましたし、はい、もう本当にね読書も見に来てくれたんで、はいね、楽しみました。今回はですねいろんな、はい有名な車、はい、見てですね自分も楽しんで、はい、もう今でもねこの目の前にこの車あるんでもうね涙がちょちょぎれそうです。はいこれもう今搬出してるんですけど最後ねエンジンかけるとこ取って終わりたいと思います。はい、はい、こんな感じで今回はね以上となります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。疲れました。はいじゃあねバイバイ。ありがとうございます。よろしくお願いします。うてー、音が不定然。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に。壊れた電化製品を叩いてる。いいですね。年代物ですね。